ウボアオ、マリサと、霊夢の、夢訪問。まず一本目はメイカさんのみかん島だぜ。それでは早速夢訪問スタート、クルリンパ。案内所の周りは柵と低木で囲まれてるのね。案内所周りの装飾としては珍しいよな。この滝すごいわね。横三マスの崖に両サイドに滝を作ってるんだな。上に咲いてる赤いチューリップが可愛いわね。ここが空港前だな。空港前の装飾は控えめね。砂浜にエイブルシスターズがあるぞ。石畳の前デザインが貼られていて、最近流行りのアサミさんの作業場所があるわね。アサミさんは大人気だぜ。この家は誰のだっけ？マールさんの家か？あまり会ったことのない猫住民ね。私は好きなんだけどな。夫第一村人発見だぜ。メイカさんはお父さんと一緒に遊んでるのね。仲のいい家族はいいな。このヤシの木の下、デコイが可愛くちょこんと座ってるわね。こりゃまたすごい数の消波ブロックだな。実際の海には結構な数がまとまって置かれてるわよね。海辺によくある消波ブロックは1個20トンの重さみたいだな。かなりの重さなのね。この望遠鏡実際に覗いてみたいよな。近くの無人島の様子とか見れたら面白そうね。テトラポッドの陰に誰かいるぞ。みんな大好き大福さんだ。口癖がモモウモなのね。モモウモは夢の中にまで浸透してるんだな。いやいや、実際にみかん島に行ってばらまいたのはあんたでしょうが。私が原因なのか？間違いなくあんたが原因ね。ぜへぺろ。このログハウスはカモミさんハウスか。ログハウスといえばカモミさんかちゃちゃまるよね。他にもいるんだろうけどあまり印象に残ってないぜ。ここはメイカさんの自宅ね。お邪魔しまーす。明るい家具中心のお部屋ね。優雅にお茶を飲みながらケーキでも食べようじゃないか。奥は寝室兼勉強部屋なのかしら。みんな自宅に学習デスクを飾ってるよな。それだけ勉強のことを大事にしてるのよ。マリサとは違ってね。勉強はできるうちにやっておいた方がいいと思うぜ。急に真面目なことを言い出した。それと同じくらいにゲームや動画の視聴もやれるうちにやっておいた方がいいと思うぜ。どれが一番大事だと思う？両つべの視聴だぜ。言うと思った。キッチンに使ってるタイル可愛いわね。タイルってローランさんのやつとか季節のレシピのやつばかり使うからあまり詳しくないんだよな。右の部屋はお風呂と洗濯する場所ね。身長を気にしてるのかな？身長はだいたい遺伝で決まっちゃうみたいよ。そういう学説があるよな。この和室いいな。壁紙はマイデザインの襖なのかしらね。襖のサイズが小さいから目の錯覚で広い部屋に見えるぜ。この辺りは家が何軒もあるから住宅街なのかしらね。氷かぶを使った庭があるけど誰の家なのかな？雪見さんの家は納得ね。雪が溶けても氷かぶは綺麗だな。マリオかぶのキノコさんだぞ。木の多い場所にワンポイントで置くと可愛いわね。私は大量購入してキノコさんエリアを作りたいぜ。こんなところに6個も 1UP キノコがあるじゃないか。でもキノコさんエリアで飾るときはなるべくマリオ感を出したくないから裏返しちゃうかもだぜ。それで 1UP キノコの裏って見たことあるの？そういえばまだ見てないな。裏に変な虫の顔が書いてあったらどうするの？返品するかな。このおもちゃいっぱいの庭はもしかして？キノコも可愛いしパッチにぴったりの庭だぜ。高台に一つだけ明らかに優遇された家があるな。まあ誰の家なのか大体わかるわね。他の住民の家にはマイデザインが貼ってなかったからこれを見ただけでどれくらいお気に入りなのかわかっちゃうな。推しは尊い。この花壇すごいな。しっかり柵で囲ってあるしステップストーンの道もあるし綺麗な花壇よね。珍しい色の花もきちんと交配されてるな。川の向こうに何かあるわよ。橋はなさそうだからジャンピングだぜ。そうだここは惨劇の場所だったぜ。島訪問できた時から変わっていないということはメイカさんのお気に入りの場所なのね。ホラーな場所の次は可愛い場所に行こうじゃないか。こうやって見てる人を飽きさせないように工夫してるのよね。動画というのは緩急が大事なんだよな。この家順の家と負けず劣らず凝った作りになってるな。散りばめられた星のかけらとそれを引き立てるマイデザイン。そしてここに並んだ甘いものの数々。ここに住んでるのは一体誰なのかしら。最近私も気になってるミスズじゃないか。でも何か策を講じないと離島ガチャできないわよ。そろそろ何か考えないといけない時が来たな。手前の高台がキャンプっぽいな。はしごがないからいけないのよね。私が発見できてないだけなのかもしれないけどな。賑やかなタヌキ商店ね。看板犬2匹と紙吹雪マシーンがタヌキ商店を盛り上げてくれてるな。
みんなびっくりしてくれたかな？びっくりしたという人は高評価を押してあげてください。またおもちゃがいっぱいの庭があるじゃないか。おもちゃの系統がパッチの家とは少し違うわね。誰の家だっけ？レム君の家なのね。納得の庭だぜ。砂浜が綺麗に整備されてるわね。1号さん筋トレしすぎだな。そのうち1号さんもこんな感じになっちゃうのかしらね。それはそれでありだと思うぜ。猫なら何でもいいのかよ。ちょっと変わった噴水広場だな。3匹のデコイが可愛いわね。上の段に飾ってある株もなかなかオシャレだぜ。これはモニカさんの家だぞ。モニカさんの部屋に合わせてリゾートな感じの庭にしてるのね。モニカさんは浜辺が似合うよな。貝殻のベッドがあるからいつものやつ一人バージョンをやっていくぜ。一人バージョンは需要がないからカット。メイカさーん、推しがカタン。そうなのか。私は推し以外も好きだけどな。そんな考え方だから何もかも中途半端になるのよ。常に新しいことに挑戦するスタイルなんだぜ。何も成し遂げてないマリサにそんなこと言う資格はないと思うわよ。こっちにまた怪しげなものがあるんだよな。ここは墓地かしら。墓地と見せかけた博物館があるぞ。博物館の館長が骨。怖い絵だけを扱った博物館かもしれないぜ。絵画にはいろんな怖い意味が隠されてるっていう都市伝説を聞いたことがあるものね。続きまして、島訪問ライブで訪れたユージさんのドラゴン島の様子をお送りするぜ。あ、やっと陸が見えてきたわよ。この島は夢にできたことがあるんだけど、島の4分の1が湖なんだよな。大胆な島クリエイトよね。なかなか真似できないと思うけど、視聴者の皆さん楽しんでくれなんだぜ。おお、純くんがいるじゃないの。あの島主さんの格好は？ユージさんが来たわよ。完全にあの実況者さんと一致してるじゃないか。多分コスプレということなんでしょうね。コスプレだよな。コスプレだったら何でもありだぜ。来てください。案内よろしくお願いしますなんだぜ。クルリンパ。それにしても花がすごいことになってるわね。新しい場所を作ったり整地するの大変だろうな。花を抜くときはベストフレンドを呼んで作業するのもありだと思うわよ。まずは自宅に案内します。お邪魔します。この雪が降ってる壁紙結局作らなかったな。今からでも遅くないんじゃないかしら。おお、マリオ部屋じゃないか。マリオ部屋で思い出したんだけど、3月10日から17日の間、タヌポートでシャムロック家具が注文できるのよね。マリオ家具実装の時にこっそりアップデートされた家具なんだよな。日替わりでソーダとラグとドアプレートが販売されるから皆さん忘れずに注文してね。左は浴室だな。タウラスのバスタブがあるわね。タウラスのバスタブを見るとアツモリを始めた頃を思い出すな。発売日に買った人にとっては二つ目に作れる星座家具だものね。もうすぐ1周年なんだよな。それなのにマリサと来たら全く島を完成させられないわよね。完成途中でいろいろ変更してる場所があるからな。単純にアイディアが枯渇してるというのもあるぜ。最近島の工事ほとんど進んでないものね。1周年記念までに完成させたいぜ。地下の壁紙も雪が降ってるな。全部の部屋をこれにしてもいいくらい魅力的な壁紙よね。おそばうまうま。食べ物かぶって本当に美味しそうよね。吊り橋の手前に大きな魚影が見えるぞ。どやあ。お小遣いゲットだぜ。これは天体観測する場所かしら。そうですよ。砂浜に灯台を置くと存在感が際立つな。こんなところにマイデザイン。これは鬼滅の人たちのマイデザインです。こうしていると来ているように見えないか。ダウンロードして普通に着ればいいんじゃないの。確かにそうだぜ。ここはカーニバルな場所だぞ。ユージさんと記念に踊っておくぜ。何の記念なの。何の記念にしようかな。ちょっとユージさんカメラから見切れてしまったじゃないか。連携取れなさすぎで記念どころじゃなくなったわね。前から気になってたんだけど、この DIY 作業台ってどうやって手に入れるんだ。これはタヌキ商店で買えるんですよ。どういうこと。作るんじゃなくてお店に並ぶってことかしら。戸棚を覗いてください。もしかしてここに売ってるレシピのことなのか。いつでも買えるのに一年近くも知らなかったのね。チャレンジってやつですよ。これのことか。こんなひどいプレミをするなんて、あつ森を引退した方がいいんじゃないかしら。これはさすがにへこむな。私の一年間は一体何だったんだ。スマホに DIY データが送られてるわよ。カード型のレシピは存在しないんだな。はい、登録できました。つぶきちありがとうなんだぜ。さて、レシピを確認だぜ。やっとレシピを手に入れたぜ。
発売日に始めたあつ森プレイヤーの中でこのレシピを手に入れたのが世界一遅いんじゃないかしらね。どんなことでも世界記録は素晴らしいことだと思うぜ。ありましたか？やっとゲットできたぜ。ここはドラゴン島のハイスポットです。めちゃくちゃ広い湖の上に浮かぶ満月綺麗だぜ。土管が実装されたんだから湖に土管でしか行けない浮島を作ってほしいわよね。このルーレットでお花のところが止まったらプレゼントを差し上げます。ルーレットは私の得意分野なんだよな。得意分野ですって？まあ見てろよ。ここだ。本当に止めやがった。あはははは。おーすごい。プレゼント用意してきますね。それではプレゼントどうぞ。プレゼントの中身は何かな？土管ともう一つは？生垣だ。ありがとうございますなんだぜ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するとマリサがめっちゃ喜びます。次回も見てね。もももも。